この動画はご覧の方々の提供でお送りいたします。皆さんこんにちは。女子服大好き緑川です。今日は神奈川県の伊勢原市に来ています。伊勢原駅から神奈川中央交通のバスに乗ってやってきたのは大山ケーブルカー。大山ケーブルカーをご利用いただきまして誠にありがとうございます。高低差278メートル、本来であれば山登りとなるところを一気に駆け上がります。終点の阿夫利神社駅で降りればもうすぐです。大山は古くから山岳信仰の対象とされており、山頂からは縄文土器が発掘されるなどしています。江戸時代には参拝ツアー大山行が関東各地に組織され、20万人の庶民が参詣しました。大山詣は特に鳶屋職人の間で人気があり、持ってきた木立を神前に納めました。また大山と富士山の両参りも盛んとなり、富士に登らば大山に登るべし、大山に登らば富士に登るべしと言われております。大山阿夫利神社の創建は紀元前97年頃と伝えられます。この標高約700メートルの地点に下社が立っています。さらに標高 1251.7 メートルの大山山頂に本社がありますが、登山の用意が必要です。山全体がパワースポットと言われ、源頼朝をはじめとする多くの武将たちからも厚い信仰を受けていたと言われています。2200年以上もの長きにわたり霊山として拝められ、2017年には日本世界遺産にも認定。その眺望が素晴らしいことから、ミシュランガイドの2つ星も獲得しました。境内の一角からはこのような景色が見下ろせます。相模湾に浮かぶのは江ノ島です。その先に三浦半島や房総半島まで眺めることができます。境内には御神水が湧いており、隣接したカフェではこの御神水で入れたコーヒーなど楽しむこともできます。次は大山寺です。大山寺、右側です。これだけ負けたら
日もご視聴いただきありがとうございました。皆さんこんにちは、女子服大好き緑川です。今日は平塚駅近マルシェのご紹介です。第一土日の開催、着物吉永さんで開催されるマルシェです。着物の着付け体験のほか、女子力を上げる職人さんが大集結。みんなぜひ遊びに来てね。